赤目の国産カブトムシ掘り出します。100リットルのケース、お、多分来ます。ほら動いてるね、来るよ皆さん、せーの、はい、はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがオロナミン C 剣くんです。いや、くし剣ですよ。くし剣か、ごめん。オロナミン C 剣、 C 剣じゃないんだ、そもそも。C 剣、あー、そういうことね。そうだ、どう面白い聞かないでください、そんなこと。文字数は合ってたけど、いや、どこがね。くし剣、うん、オロナミン C、 いえー、と指の動き合ってないって。嘘、食べ過ぎて見えなかった。いや、じゃあ折ってないから指を。アルファベットの C じゃないもんね、具志堅の C って。ええ、漢字なんでね。漢字、はい。どういう字？志が高いの志です。具志堅の方って、肩掛けチェックスの方の。いやいや、聞いてないじゃないですか、俺の話。はい、やりますか、じゃあ。いやいや、ちょ、具志堅も頼んだって。伝説に。いや、伝説の途中やめろよ。伝説の土地を見せるの恥ずかしいんだから、伝説だって。一瞬伝説作っていこう。はい、おい。これね、まあ動画には何回かしてるんで、はい、いつも見てくださってる方はこれねっていう感じで、多分サムネイルとかで分かってると思うんですけど、まあ具志堅はやったことないから、多分、おー、うん、から結構楽しめるんじゃないかな。赤目の国産カブトムシ掘り出します。おー、いや、これ一番楽しいから。なるほど。そう、赤目のカブトムシ、まあ国産カブトムシ、はい、まあ皆さんが知ってるやつだと思うんですけど、まあ、はい、赤目のカブトムシ、はい、かつフルレッドの国産カブトムシ。聞いたことあるな。ええもうこれ言わせないでくださいよ。何が、何が、え、赤目のカブトムシ、うん、あ、知ってる。いや、やったことあるっけ。今日3本中3本ともこれだよ。あ、そうか、ごめん、やったことないって、ちゃんと丁寧に振っといて。あ、そうか、うん、やったことあるのか。まあ、今日初めてですけどね。うん、うん、今日初めてで、今日3回目。そうか、3本目の撮影、全部そうなんだ。まあ、それはね、でもね、またちょっと違う、さっきまでと。まあね、1本、うん、2本目も違いましたから。そう、1本目はもう、浮かしたやつ、一気に掘り出すやつと、はい、2本目が、一応、まあ、さなぎも出てくるような、まあ、上に上がってきてる個体がいなかったやつを掘り返す、うん、そして今回ね、これはね、まあ、1回実は平岡さんとやってるんだけど、特大衣装ケースの中にいるカブトムシたちを掘り返すと、いうことで、はいはい、これね、まあ、一番楽しみにしてた。ケースがでかくなってるんですね。そう、だからどんどんケースでいったら増えてってるよね、その具志堅の撮影でいうとね、うん、1個から2個、2個からもう特大10倍近いケースというか。はい、じゃあちょっと出しましょうか。はい、ちょっと具志堅危ないかも。まあ大丈夫か今回、はい、ちょっと魔法の途中入ってこないでよ。いや、危ないって言われたから、うん、レーザーポインターとか当たってんの。いやいや、そんな、もっと言うって、ちゃんと危ないって言うから。でかいからってことか。まあそう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 、はい、どんだけでかいんだよ。まあでも楽しみにしてて、はい、じゃあちょっと魔法をさせていただきます。はい、今回、掘り出すやつこちらです。はい。出てない出てない、魔法魔法全然使えてないって。いや、汗かきすぎだろ。失敗したのに、なんで汗かいてるんですか。いや、でもめちゃくちゃ大変だった。出てるから、これこちらですよ。あ、これか。そう。いや、出てるって。めちゃくちゃこれ出すの大変でね。こんだけしか出てない、こんだけしか出てないと思うでしょ、うん、これ奥行き2キロあるから。おお、長いな。はい、ちょっと出させてもらいます、このまま。うわ、でかいな。あー、でかいでしょ。確かにこれはでかいわ。そう、100リットルのケース、これ全部国産。そう、これ国産の赤目のカブトムシが、幼虫がいるって感じで、はい、このケース、衣装ケースって、もうほんと実家とかのさ、タンスの奥にいつ開けんのってぐらい封印されてる、はい、眠らすぐらいの、そうそうそう、ようなやつ、うん、相当な大容量なんだけど、はい、これ1回だけ平岡さんとやって、はその時掘り返したら結構サナギが出てきたから、おお、そう、だから1回保留にしたというかね。そう、だからそれを掘り返して、まあ、サナギだったら人工衛星に移していこうかなっていう感じになるんで、うん、はい、まあ楽しいはず。
しかも今日の1本目2本目もの感じだから、それのもう豪華版というかね、お考えたら余計楽しいんじゃないか。はい、うん、楽しみだね。はい、具志堅、いや言いましたよ、楽しみです。いや楽しみそうじゃないんだもん、ずっと。ちなみにこれくり抜いてて、おそう、ちょっと酸欠なるほどあるんでっていうので、で洗濯ネット挟まして小林が入んないようにしてはいるけども、洗濯ネットなんだ。そう、ちょっと大変だね、これはこれでね。そう、じゃあ行きます、開けますね。おぉ、こういう感じ。うわ、ぎっしりぎっしり。そう、これはサナギの部屋があって、ここにサナギがいたんだけど、こいつは羽化してきて、もう取り出しました。おぉ、そう、だから上っ面だけ取ったって感じ。ああ、なるほど。そう、だからこういう風にサナギの皮とかあるから、まあ、取り出して、まあ、カブトムシが下にまだいるやつもいるだろうなっていう感じの。うーん、本当はパンパンまで入れてたんだけど、これをちょっと掘り返していくんで、ちょっとどんどんカブトムシ見ていきましょう。はい、ちなみにこれ土の量は多分普通のケースの10倍ぐらいだから、単純に100リットルって考えたら相当な規模だけど、ちょっと削ってきます。で、一つちょっとね、不安な点、あ、確かにここら辺ちょっと待って、ここ多分来ます、ほら動いてるね、来るよ。え、はい、おお、いました。一瞬手品師みたいになりました。手品来るよ、消えた。あ、はい、確かに急に現したみたいな。お、素晴らしい、メスです。あ、でも元気そうで、うん、ちょっとこの中に入れていきましょうか。はい、ケース、これね、ほら、これで大サイズだから。なるほど。それがもうこんな10まではいかないけど、8とか8倍ぐらいはあるね。いや、素晴らしい。1匹目とりあえずメス、ちょっと見づらいけど赤目の感じね。よし、まず1匹目。さっきその話してる途中だったんだけど、懸念してる部分があって、はい、ちょっと上完全くり抜いてるから、その酸欠防止のために、酸欠になると幼虫が欲しいなったりするから、はい、くり抜いて、まあ、酸欠は防止できたんだけど、その分やっぱ乾燥する率がすごくて。なるほど。で、前回具志堅と掘り返した時も乾燥してる方、うんうん、ちょっと羽化不全のやつとか結構いたから、はいはい、そこだけちょっと心配かなっていう。うん、そう、だからやっぱくり抜くのはあんま良くないかもね。まあでも締め切るのもそれはそれで、そうそうそう、ちょっと怖いですね。そう、だからまた種類別だけど、国産カブトみたいなやつがいて、ツヤカブトっていう、はい、そいつはこの衣装ケースに大量に幼虫入れたんですけど、はい、それに関しては上に穴をもうめちゃくちゃ開けてくり抜くとかせず、はい、それでやると今んとこ水分自体、土の、はい、はいい感じで湿ってるから、ちょっと今後そっちにしたいかなっていう。やっぱくり抜くと多分毎日加水しないとダメかもしれない。かといって僕もここの家に毎日いるわけじゃないんで。お、来ました来ました。ここ動いた今、ほらほら、あ、本当だ。はい、お、お、来ました。はい、おお、素晴らしい。ちょっとパカってるけどメスです。はい、2匹目。もう何匹いるかね。確かに。いいね、まあやっぱ羽化してきてますね。小さい頃小学校とかでさ、まあ、クワガタカブトムシじゃなかったけど、なんだろう、はい、農業体験みたいので、うん、なかった、なんか学校の花壇に野菜植えてみたいな、なんかその感覚かな今。うん、こう育った子たちと今ご対面するみたいな、うん、まあ、収穫みたいな感覚というかね。こんだけでかいとね、確かに、うん、その感覚になるね、このサイズは。畑ですか。畑だね、これは。あ、でも下の方はある程度湿ってて大丈夫そうな感じするな。お、来ました来ました。あ、来ましたよ、ここ、ここ。あ、ほら、おお、動いてね。え、ちょっと穴ぼこ探していくか、一旦。はいはい、こう、上っ面をこう削っていったら多分穴ぼこができるんで。あ、来ました、ここも開いたね。
宣言通り。おお、いますいます。ちょっと暗くて見えないけど。はいはい。まあまあちょっと出てくるの待ちます。そうね、ちょっと。ここら辺も多分。お、あ、いた。なんか。うん。あ、いたと、あ、いたわ。省エネ言葉。たまたまじゃない、狙ってやってますね。いやもう俺導かれてるらしい、そういうのに。そうだからもうダジャレに愛された男というか。あ、でもこれおじさんになった時、うん、どうなっちゃうんですか。いやもう俺極限。いや巷じゃおじさんよ。いやでもダジャレで使うおじさんってもうちょっと40代。あ、まあイメージね。50代確かに。そうなった時はどうなるんだろうな、俺柱みたいダジャレ柱。ダジャレ柱やだな、なんか全部ダジャレ言わないといけなそうで辛そう。まだ半分の1も行ったか行ってないかぐらいか。うん。あ、開いた開いた。これどんどんこう上っ面削ってったら多分出てくるとは思うんだけど。ああ、あれこれ星になってんじゃない。うん、動きが悪いね。あ、こう削るのがちょっと大変なんだよこれ。うん、だから上に出てくるのをこう取っていくのが一番ベタなのかね、こういう大きいのは。はい、これ100均のグッズとか使ってるんですか、マットとか。あ、これはね、まあ、でも結構もうランダムかな。もうほんと余ってる土とか使っと新しい土混ぜたりとか。あ、知っている感じ。ちょっとこれ掘り返してみる。これ星になってそうだな。動いてる感じしないんでね。あ、ダメだ。あ、星になってます。あ、浮か不全ですね。ちょっと殻を脱げなかったというか。あ、まあ、残念ですけど、ちょっと溶質崩されたのかもな。あ、あ、その横に、お、動いてる、出てきた。どうだ。お、元気です。はい、メス。おお、続きいってますね。ねえ、さあちょっと取り出していくか。こう、どうだ。さあ、はいはい。わあ、羽バカ。あ、羽バカだけど元気です。はい、このオスもどうだ。ちょっと怖いな。うわー、羽バカだ。どうしたんだろう。ちょっとここはどうでしょう。あ、これサナギだ。サナギちょっと取り出しましょうか。結構な深さですね。縦に作るんでしたっけ。うん、縦に。はいはい。お、国産カブトのサナギ。でもオスですね。オス、完全な。うん、思ったより最近なんで、サナギになってるのが。はい、もしかしたら、サナギもいるかもね。お、出てきた。これ。おお。これはどうだ。あれ、これはいない。あ、いる、いるけど。どうだろうな、ちょっと。めちゃくちゃ地味だけど。まあまあ、慎重に。うん、ここ焦ったらいけないんで。上っ面をこうすくっていく感じの方がいいかも。ここに、これサナギの皮ですね。浮かしてきて出てきた子が。はい、ここ出てきた。おお。さあ、どうだ。あ、メスですね。はい。お、あー、でもちょっと羽が、やっぱどうなんだろう、多すぎたのかな。多すぎることはないような気するけど、ちょっと乾燥なのかな。思ったより綺麗な個体、その、はいはいはい、は今んとこあんまり出てきてないね。ちょっと大規模すぎて、ひっくり返すのが一番いいかもしれないけど、ひっくり返せるとろ舟もないからね。あ、サイズ的に。あの1階にある、うん、この白いマットに。いや、ダメだよ俺の寝床。これあれの大きさなら。いや、あれブルーシートとかの役目してないから。あ、そうなの。あれ気持ちよく寝るためのやつだから。あ、うわ、
なんかこのサナギの皮に当たるとビクってしちゃうな。いや確かに。おお、来ました来ました、サナギだ。お結構大変だな、ちょっと息を飲む。あ、生きてた。よいしょ、 OK。 はい、はい、オス。2匹目、サナギは、はい、サナギ持つとき、角あんま力強く持っちゃうとほんとすぐ潰れちゃったりするんで、はいはい、そこだけ気をつけながら。すごい、めちゃくちゃ地道な作業ですね。うん、ポイント。おお、サナギ、すごいサナギ。おー、いい感じじゃないですか。いい感じ、元気ですね。メス。おー、メス。メスです。縦のサナギは空間が狭いから、こう指を入れる空間というか、やっぱ取るの大変だね。そんな強くも持てないし、うん。よし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 。はい、メスのサナギ。まあやっぱここの角がないバージョンって感じかな、うん、国産カブトって値段はどうなんですか。あー、国産カブト自体は本当もう地域によってって感じ。本当100円の場所もあれば、あー結構じゃ手軽に、うん、東京の方とかだとちょっと高かったり、700円とかする場所もあるし、やっぱ地方の方が野生下にいたりするからね。東京とかだとやっぱ都心だとなかなか、その場所によっては全然いるんだけど、そういう場所を知らなかったら見かける機会も少ないから、うん、結構まちまちかな。でこの赤目のカブトムシはやっぱ貴重だから、はい、値段的にはやっぱ結構10倍ぐらいになる。6000円とかオスメスペア、うん、4000-5000円かな。赤目ってすごい、まあやっぱそうね、まあ、突然変異だからね、アルビノみたいな。具志堅はどこ、あれ本島だっけ。沖縄。沖縄本島です。そういうカブトムシとか好きな人がいなかったっけ。あ、でもいとこの父親がいっぱい取ってましたね。へ、うん、言われてみれば。もう飼育とかしてて、なんかね、いろんな趣味持ってる人が意外と家とか自分で建てるタイプの。あ、すごい DIY 的な。そうそう、このなんかガレージじゃないですけど、うん、物置みたいなところに、その夏の時期になったら、うん、めちゃくちゃカブトムシクワガタがいっぱいいて、それ見せてもらうみたいな。捕まえてきたカブトムシみたいな。結構田舎なんですよね、うん、家自体が。飛んでくるのかな。一応なんか採集はしに来てた、うん、いいな。やっぱ沖縄特有のクワガタカブトムシだったりするだろうから。沖縄沖縄で沖縄カブトっていう、本州九州とは違うカブトムシがいるから、まあ、黒っぽいちょっとちっちゃい、はいはい、だ色で言ったらもう真っ黒かな、 この今日のやつと比べたら。カブトムシな、レアキャラ感はすごいあった。まあやっぱあるよね。結構掘ったけど、どうだろう、半分ぐらいは。まあうん、そうね、半分ぐらいは削ったね、うん、思ってた以上に浮かせ線多いかな。まあちょっとこう兄弟同士でめちゃくちゃ掛け合わせてるやつだから、はい、赤い目で赤い体っていうのをう固定させてるから、基本的に兄弟同士でになるんだけど、うん、だから類代障害みたいなのも出てるかもね。かもしれないけど、にしても多い気するから、ちょっと環境あんま良くなかったかな。来てるかな。あ、よかった。結構大変だな、取り出すの。あ、でも土にすごい埋まってるね。はい、あ、立派。もうすぐ浮かしそうな色味がさっきまでと違うんだけど、黒っぽくなってきて、もう時期羽化するかな。さあ、着実に削ってきましたけど、あ、ダメだ。
ちょっと一回これ綺麗にします。はい、ちょっと皆さん、せーの、はい、はい、ちょっと一回掃除機で上っ面をこう気をつけながら取り出しました。はい、ちょっとね、こういう感じでここもう跡地というかね、前までに取り出したさなぎの跡地だったり、上に上がってきたやつの跡地とか、洋室のまあ底だったり、まあ洋室だったり、こんなボッコボコになってるんだけど、めちゃくちゃ開いてますね、すごいよね。で、これちょっとここにね、オスの角が見えるじゃないですか。でもこいつ生きてたらこう触ったらこう上に上がろうとしてくるんですけど、上がってこないんで、多分星になってるやつとサナギが1匹いました、はい、おこのオス、立派なオスなんだけど、ちょっと取り出すのがね、端っこだとすごい大変で、ちょっと前回もでしたけど、これ使います。使えるか、ちょっとここ削って、引っ掛けたいんだけど、大変だな。いけるか。いやいや怖いな。あ、これきつい、むずいな。これ多分引っこ抜こうとしたら結構埋まってるんで、うん、指だと無意識にこう力入って傷つける可能性あるから、シリコン製のピンセットをこう輪っかにするイメージというか、の先端をつまんで、見えないか、ちょっと、うわ怖い、ね、オッケー、来た来た来た、よし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 、おお、でかいね、立派です、でかいっす、立派なサナギ。こいつはどうしようか。いや、生きてないもんな。ちょっと吸います、はい、やっぱ洋室に土が こぼれて入ってきてる感じだと思うんで、何なんだろうな。あ、ダメだ、やっぱ動かないもんな。一回これ取り出します。はい、はい、ちょっと取り出しました。やっぱ星になってました。うん、ちょっと削っていきましょうか。また大丈夫だったやつがこう上に上がってきてって感じだから、まだいるのかな。結構深い側面から見た感じ、あともうでも3分の1ぐらいですね。3分の1ぐらいか、はい、あ、あったあった、いました、いました、サナギだ。どうだ、これメスですね。やっぱサナギで取り出すのめちゃくちゃ大変だな。だ基本的にやっぱ上に、何回も言いますけど、上に上がってきたやつを取った方がいいです。それでもすぐ餌与えるみたいな。サイズ的にもうメスぐらいしか入んないんじゃないかな、深さ的に。ああ、なるほど、うん、どうなんだろう。いやでも結構硬い、やっぱこう下の方はもう、洋室を作るためにみんながうまくこう糞を使って固めてる感じはやっぱあるね。うん、ショーケースでやるっていうのは、うん、他の人もやってたりするんですかね。あ、でもやってると思う。へえ。俺初めてだから、あ、ちょっと対策は必要かもね。うん、どうだろう。でも邪魔されるほどめちゃくちゃ入れてるわけでもなかったし、はい、その洋室壊されるほど隣のやつとかに。とは思うけど、もしかしたら酸欠で気づいた時にもう早めにこうサナギになろうとしてたやつが、空気足りなくて星になっているやつがいたりするのかもしれない。あ、これサナギですね。あとはもうサナギが結構出てくるかな。思ってた以上に浮かぶ線多くて動揺が隠せないんですけど、動揺は隠さないでいこうかなと思ってます。まあまあね、堂々としてるってことですか。うん、オッケーオッケーオッケー。はい、おー綺麗、はい、綺麗ですね。
多分こっからはさなぎじゃないかな。いやちょっと地道ですね。まあね、慎重だし、だちょっと早かったのかもね。うん、全部やっぱこう浮かしてきたら出たらこう削ってる時に浮かしてたらびっくりしてこう上に上がってきてくれたりするから、うん、そっちの方がいいかもね。タイミングがねちょっと難しいね。あ、ほったらかしすぎたらそれはそれでなんかこう潜った時に洋室とか壊されそうな気もするしとか。あ、なるほど、ちょっと分かんないけど、ちょっとだから多頭飼育結構されてる方、カブトムシとかやってる方いたらちょっと教えてほしいですね。カチカチ、すごいな。プロ野球のマウンドぐらいの硬さじゃない？多分立ったことないから分かんないけど、俺も立ったことはないから分かんないけど洋室の中に土が埋まってる感じだと思うんですよ。うん、さあ、結構削ったけどちょっとひっくり返してみるか。これぐらいだったらトロ船に入ると思うんで、うん、ちょっとここに入れていきましょう。ちょっと怖いな。どうだ、ちょっと高さ的にちょっと怖いね。ちょっとチャーハンスタイルでちょっと怖いけど、あ、おー、落ちた。大丈夫かな、どうでしょう。わあ、でも大丈夫そう。あ、でもこれ星になってるやつだ。これもうやっぱ土が埋もれてる感じですね。土にまとわれてるんだ。行きましょう。ここは違うか。あ、意外とないかな。もうこれはサナギの皮ですね。そう、どうかしてきて上に上がってきてる感じ。あれ、具志堅のお父さん結構かけてたんだっけ。今畑やってて、ああ、なんだっけな、いや、かけてかけて、うん、だから糞とかが、うん、あの栄養になるっていうのを教えてもらいましたね。うん、教えてもらったっていうか、まあ、親から一番最初に聞いたかもしれない。ああ、堆肥としてね、はい、肥料か、肥料か、肥料として、うん、え、じゃあそこに具志堅も運営するようになってたの当時は。いや、まあ俺もやってましたね。ああ、畑手伝った時とかは。まあ結構前だもんね。昔はやっぱこう堆肥としてやっぱ牛糞とかがいいって特に言われてただろうから、うんうんうん、今となってはもうそういうなんか何々用みたいな肥料もめっちゃあるからね。うん、こう土に触った時にこうカシャってカサカサって音をしたらちょっとビクってなるな。うん、OK、終了です。はい、ちょっとこれ一回形します。はい、せーの、はいはい、ちょっと綺麗にしました。はい、はい、ということで、結果的にサナギがちょっとここに置いてるんですけど、1、2、3、4、5、6、7、はい、7、オス3のメス4、はい、で、孵化してたのが4、5、6、オス2のメス4と、で、ちょっと不全が多かったですね。はい、ちょっとね、うん、で、星になっても結構多かったからちょっと皆さんにこう見せたい絵とはちょっと全然違くなっちゃったんですけど、どうだった具志堅的に。いやー、まあ確かにね、ちょっと苦い結果になったかもしれないですけど、うん、そうね、でもこう開けるタイミングっていうんですかね、うんうん、それはちょっと難しそうですよね。そのなんかね、印象そうだな。生態だったらもう上に上がってきてるっていうことですよ、うんうん、だから取り出すのも簡単というか。そうね、うん、そっちの方がまあ楽かな、多分。うん、それをいつになるのかっていうのが、うん、そうだ、難しいですね。確かにね、うん、でも多分大きい小林シャッターこのサイズのケースに8匹で、はい、結果的に全部きれいに浮かしてきた、うん、パターンもあるんで、あ、それの単純にまあ8倍ぐらいのサイズ感ではあるから、うん、一応容量的に言ったらまあ60匹ぐらいはまあ、うん、いても多分問題ないとは思うんだけどね、その、はいはいはい、思うけどこういう形になったんでちょっとまたいろいろ考えながらやんないとな、うんうん、っていう感じかな、うん、
これは人工養殖は、そうですね、動画外になるんですけど、はい、まあ、何回かカブトムシのやつの時に多分やってるんで、うん、ちょっとそれ、まあ、参考になるかわかんないですけど、それその感じで人工養殖には移そうと思ってる、うん、まあでもメスもオスも、まあ、とりあえず今のところ元気そうな子もいて、うんうんうん、ね、星多分だからあそこに40匹、43匹かな入れてて、はい、で、前の動画で10匹ぐらいかな、10匹ぐらい撮って、動画外で多分10匹ぐらいは撮っ、10匹、まあ10匹ぐらいは撮ってるか、10匹ぐらい撮ってって感じなんで、うん、やっぱ 20% ぐらいは欲しいなってたかな、トータル、うん、なんか今回掘り返した際に出てきたやっぱ欲しいなったやつっていうのは、まあどのタイミングかわかんないけど、やっぱ洋室、土埋まってたりしてたから、うん、土埋まっちゃってるとやっぱ脱ぐスペースがないからもう脱げなくて、うん、途絶えちゃったりとか、まあ、シンプルにもうそもそも脱ぐ体力がなかった子もいるかもしれないけど、うん、っていうのでちょっと苦い結果にはなりましたね、はい、うん、けどまあここからちょっとまあ反省生かして今年も、はいはい、まあ大きい、だからもうやっぱワクワクするやつやりたいから、うん、ちょっと衣装ケースでやりたいんで、ちょっとなんかやってる方とかいたらちょっと参考にしたいんで、アドバイスいただけたら嬉しいですね、うん、でも逆にこの子たちは多分人工養殖入れれば問題ないと思うんで、うん、元気に羽化してきたらまた産卵セット組んだりして、はいはいはい、ちょっとまあ夏もちょっとそうですね、うん、なんかポイントを押さえてやれば、そうだね、すごい動画になるかもしれないですね。そうね、ワクワクしたいからね、うん、まあ3年目になるのかな、次で、うん、だから YouTube 始めてから、あ、国産のカブトはまたやり始めたんで、次こそなんかそれこそ伝説の動画をたくさん作れるように、武士剣と拳合わせて二人三脚でちょっと歩んでいくんで、いや、もっといるだろう、カメラマン、魔人もいるし、そう、魔人もいるしね、杉本くん、遠藤、うん、坂田、武士剣、平岡さん、うん、いや、八丸、いや、もう名前間違えた時みたいな八丸じゃん八丸さんとかね、はい、そう、6人7脚で、うん、もうムカデ並みの足並み揃えて、いや、それぐらいあった方がいいですよ、ああ、ちょっとやっていくんで、国産カブト今後多分羽化動画はもうこれで終了ですかね、うん、って感じにはなるんですけど、今後また産卵セット組んだり、多分幼虫取ったりとかいう動画もまたしっかり成功できるように、はい、多分やっていくと思うんで、うん、ちょっと引き続き見守ってくれたら嬉しいですね、はい、はい、そんな感じで今回の動画、ご視聴いただきありがとうございました。